はい、今回はですね、スノーボードのブーツについてちょっと感じたことがあったので記録をしてみたいと思います。で、スノーボードのブーツ、ソフトブーツですね。で、今年は、このブーツを長く乗っているんですけども、特に3月4月になって、ずっとこのブーツを使っています。で、毎日使ってるわけなんですけれども、気づいたことっていうのは消耗が少ないことなんですよね。その今までビンディングに当たってしまって、その接触の箇所がこうえぐれてしまうというか削れてしまう、っていうことが結構ありました。で、本当にワンシーズンでダメになっちゃったんですよね。でスノーボードブーツ、やっぱり持ち悪いなっていうのを本当に毎年感じていたんですけれども、で今年いいですね、それがちょっと感じられないんです。スノーボードのブーツ弱いなとかっていうのが感じられなくて、でそれなんでかなと思ったら、カービングしてないんですよね。カービングしてなくて、そのハンマーヘッドのブーツですとか、ブーツじゃないや、ハンマーヘッドの板ですね、板に乗ってないんですよね。でやっぱりそのカービングしてる時って本当にブーツがワンシーズンでダメになっちゃうんですよね。きつく締めたりしますし、やっぱりそのブーツの左右の方向ですよね、そこもやっぱりビンディングに当たってしまいますし、ボロボロになっていたんですけども、で今年はですね、なるべくそういった、特に3月4月はそのカービングは全くせずに、パークですね、スノーパークに、入り浸ってるというか、ジャンプもそうなんですけども、でなるべくそのカービングターンですよね、いわゆる体をこうくの字姿勢に保ってですね、圧を受け止めるような、そういった滑りっていうのはもう、全くしてなくて、いかにその、板をこう真上から踏むかというか、本当にこうベターっとどうやったらしっかりこう踏めるかっていうのばっかりやってるもので、本当に周りのお客さんと比べて本当に遅くですね、だらだらのんびりこう滑ってるので、でやっぱり体も楽なんですよね。本当に一日中滑ってても疲れませんし、スピードも出ませんのでね、で、よくよく考えてみたら、やっぱりブーツとビンディングとこう板があって、やっぱりそのブーツが一番そう体に、近いと言いますか、体にこう密着する大事な部分ですので、ブーツがこうへたってきたり、ブーツがボロボロになるくらいですから、それを履いてる、私のこう足、体もそうなんですけども、履いている自分はやっぱりこう負担かかってるよなって思いますよ。ブーツがボロボロなのに、体は平気ですなんていうのはどうだろうな、辻褄が合わないと言いますか、そうですね。で、ブーツがやっぱりへたってなかったり傷がつかないので、体もすごい楽なので、なんていうのかな、そういう使い方に比例しているというか、ちょっとうまく伝えられないですけど、ということで、なんか滑り方によっては、もっとこう滑りの幅を、広げられたら、楽しみ方を広げられたら、例えばハードパックされたですね、バーンで、ゴリゴリのカービングターンしかやらないとかですね、そういったことを、集中してもいいとは思いますけれども、やっぱり体も大変ですしね、悲鳴上げちゃいますしね、なので体のためにも、そしてブーツのためにも、負担のない滑り方も取り入れてみてはいかがでしょうかということで、ブーツの消耗度合いというか、それを見て、ちょっといろいろ思うところありましたので、ちょっとまとまりのない話でしたけれどもね、これで終わりにしたいと思います。ということで以上。